朝は気持ちいいですね。みくりなんで早起きなんて、なんででしょう、なんででしょうね。なんだ、朝は早起きするのはとてもいいことだと思います。なんか健康にいいというか、気持ち的にも体的にもすっきりしません？そう、時間もあるし、メイクもして。牛乳美味しかった？美味しかった。コーヒー飲んで朝で、そっから牛乳、緑牛乳が一番好きなんですけど、緑牛乳飲んで、そう、キャップかわいいでしょ、キャップ、カワチ帽子、お母さんと買った。そうで、前髪も切ったからさ、この前いい感じになってて、やっぱ朝起きるのは健康にいい、体にいいって思った。あとは洗濯物を取り込んでって感じですかね。そうそう、ノースペース、ザネースペースだって。あ、そう、これノースのキャップ買った。もう一つ帽子あるんだけど、どっち着ていこうか迷う。こっちはこういう帽子、さっさに取り込むって。そう、もういい感じに乾いてるから取り込む。もう朝ごはん食べてもうバッチリで、でこれからお仕事なんですけど、それまでちょっと時間あるのでって感じで。そう、でもさ、お仕事してる人とか学校の子とか多分この時間帯見れないだろうなと思って、ちょっと来るかなって心配だったんだけど。そう、手持ち配信です。今日はいつもは部屋の中でやってるからね、今日はやっぱ外の空気を吸いたいじゃないですか。昨日一歩も外出てなくてやばいなって思って、ベランダで配信中。今から学校行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってね。そう、でもわりかし結構たくさん見てくれて嬉しい、ありがとうございます。あ、ちょっとこれもね、今7時15分だから8時くらいまでしかできないんだけど、やっとこう。あ、TikTok 見てくれた？ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。なんか何気になんか TikTok を結構ほぼ毎日更新してて、今20時に決めて更新時間を。したらこの間結構わりかし TikTok はコメントにいいねしたり返信したりしてるんだけど、この間ファンの方だと思って返信した方が、なんかファンの方に教えてもらったら結構有名な YouTuber さんらしくて、なんかメンバーにもえすごいって DM 来たりとかで、そうびっくりして、でファンの方がえこの人いつも YouTube 見てるとか言ってたから、あで、その方が握手会ね来てなんかウィンクしたのを思い出しましたみたいに言ってて、わあすごーいと思って。びっくりした。なんかカップルさんで、その方カップルチャンネルやってる方で、そう、ナノカップルさんが、そうそうそう、びっくりした。握手会行きたいね、握手会ね、やりたいね。今陸青2020見てます。朝に、おお、ありがとうございます。朝に美味しいっす。おはよう、おはよう。今日はどんな、あ、近々ファンの方に、全体的に HKT のファンの方、そんじゃないファンの方に楽しみなことがあるので、楽しみに待っててほしいですね。
ねえ、なんか長そうですね。いろいろと、なんか本当に帽子の子のフェイス。はい、ということで、手持ち配信ってさ、思ったより疲れますね。手持ち配信は思ってたより疲れちゃいますね、本当に。じゃんじゃじゃん。さあ、今からこれにくっつけたいと思います。携帯を。手持ち配信って本当に、思ったより本当に疲れちゃうものなんですね。じゃあ今から携帯をここに。つなげて、はい、できた。固定するやつ欲しい。ここで持っとこう、ずっと。あれ、カラス鳴かなくなったな。さっきまでカラスがあーかーって鳴いてたんだよ。鳴いてたの、鳴いてたんだ。みんな今日今お仕事行っちゃうかな。みんな今日何するの。あら、ちょっと引きこるでしょ。カーカーカー、椅子持ってこようかな。よっこいしょ。今洗濯物さ、押してるからちょっと下着見えちゃう。おう、今植物も育ててるの、すごくないですか。野菜育てたいな、野菜。よっこいしょ、野菜育てたい。よし、携帯装着完了。野菜をね、今ね、育てたい、おぉ、育てたいんですよね。あ、夜勤明けの方も見て、あー、夜勤お疲れ様です。夜勤お疲れ様です。本当に大変でしょ、眠いでしょ。ちょっともう8時とかに終わるから、8時頃から仕事ですって。あ、ちょうどいいですね。今電車の中だよ。だって電車乗り遅れないようにね。何育てた？キュウリ、キュウリ好きだけか、噛んじゃうね。キュウリ好きだからキュウリとか育てたいな。キュウリ好きなのでね、キュウリとか育てたいですね。学校眠い。だって、あー、学校眠いよね。先生の話聞くとすごい眠くなる、学校。まあもう行ってないんですけどね、卒業したんで。明後日めっちゃ気持ちよくないですか。カラスが鳴いてる。僕も育ててパオン、どういうことやねん。ナスもいいですね。ナスもいいな、確かに。ナスもいい。学校行ってきまして、頑張れよ、頑張れよ。あれ、さっき始めたのにもう3000人いきそう。すごい、ありがとうございます。エナジードリンク飲んだそう。今めっちゃ飲みたいんですよね。やっぱ朝から飲むエナジードリンクって結構最高。モンスター飲みたいかな。モンスター夜、モンスター夜って感じだな。エナジードリンクめっちゃ飲みたい。でも、もう朝からさ、朝起きてさ、コーヒーと牛乳飲んでさ、まあコーヒーと牛乳飲むならコーヒー牛乳飲めようって話なんですけどね。コーヒーと牛乳も飲んだから、なんかね、飲みたいなーって感じですね。こっちの帽子の方がいいかな。どっちがいいかな。あ、レッドブル飲みたい。黄色のレッドブルおすすめで。本当？夏っぽいですよね。どっちがいい？キャップの方がいいかな。なんかこれあれさ、僕はおにぎりが食べてんだなみたいな人になっと。カーカーカー、カラスめっちゃ鳴く。友達ねー、カラスって感じで。よよよ。カー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 。
仲間に入れて、私も仲間に入れて。キャップにやっとう、ありがとう。みくちゃんラップ、そう、私ラップ。エレちゃんにもカラスの声知ってる。エレンちよく泊まるんだけど、なんかカラスっていうよりさ、なんかスズメとかが鳴いてるイメージ。チュンチュクチュンチュコ鳴いてる。ベージュ系似合うだって。ありがとう、嬉しい。早送りカレンダー衣装やっぱいいね、だってね。いいよね、早送りカレンダーの衣装いいですよね。わかる。なんか改めてさ、久々にこの間さアイドル衣装着たけどさ、あ、やっぱ自分アイドルなんだと思った。なんか配信のやつもさ、私服衣装みたいな感じじゃん。だからもうアイドルした衣装全然着てなくって、久々になんか着たら、あ、やっぱアイドルなんだなと思った。リップどこの？リップはメイベリンです。リップはメイベリンさんです。メイベリン大好き。これ真っ赤じゃなくって、この色はね、ピンクのちょっと濃い版の色で、ここまで結構しっかりマットについてくれます。 TikTok でコメント来てた。ナノカップルの YouTube 見た？だって。あ、調べました。どんな方なのだろうと思って調べました。ローズ系、あ、うん、そう、ローズ系。唇ツヤツヤ、本当？マットなんだけど、本当？これから仕事なのでエールください。私も仕事なの、一緒に頑張ろうね。ヒカッチ、あ、ごめん、名前間違えた。ヒラッチ。25万人くらい登録者ね、ほんとすごい。やっぱなんかほっこりしますよね、カップルさん見るとね。いつも可愛すぎるのに衣装着たら倍可愛いから困るわ、だって。ありがとう、嬉しい。これからも見てね。今日の TikTok は彼女系 TikTok だから、20時にあげるので見てくださいね。忘れてたらどうしよう。彼女感なんで、やっぱ今日の TikTok は彼女感ですよ。歌が好きなんですよね。歌が最高。朝からミク見れて幸せ。ミクも朝からファンの方とこうやってお話できて超幸せ。ありがとう。鼻血案件だって。いやでもね、なんかちょっとエモい感じに作っちゃって、なんか可愛い彼女感っていうよりかはエモい彼女感って感じだから、なんかエモいんですよね。今回は結構わりかしエモいです。エモい感じとなっていますね、うん、エモミクリンです。エモミクリン。ミコおはー、今日も可愛いね、好きだって。おはー、今日もいいね、好き。エモいってエモい、なんかエモいの使い方っていうのかな。いい感じ。今日も朝ね、めっちゃ早く起きたの、5時とかだから。もう起きてあれ見た、久々に AKB の YouTube 見て、したらさ、なんか新曲みたいな、なんか前田さんとか、え、なんか急に静かになったけど大丈夫そう？え、大丈夫そうが最近の口癖です。え、大丈夫、カラス生きてる、大丈夫そう。なんか大島優子さんとか前田敦子さんとかで、今の AKB グループの現メンバーとか出てて、なんかおーってなった、なんかおーってなった。俺は出てないんだけどおーってなりましたね。やっぱ東京でなんかリモートとかで撮ってて、あ、ジュン AKB だみたいな、ジュン AKB って感じでもないんだけど、あ、なんかこれぞなんか AKB だって感じで、ね、そう、離れていてもです。そうです、いいよかったですね。あと君はメロディーと、失恋ありがとうとサステナブルを見ました。出てないんかいって、あ、それがあること自体私は知りませんでしたね。びっくりご仰天、ギョギョギョのギョ。みんな可愛かった、みんな可愛かったです。やっぱなんか昔の AKB さんっていうんですか、卒業されていった方のメンバーを見て、もう AKB をAKB をここまでたくさん上に上げてくださって本当にありがとうございますって感じに思いましたね。本当に
やっぱ卒業生メンバーの方々がいなかったら絶対ここまで来てないですからね。本当にありがとうございます。それに比べてなんて自分は未熟なんだと感じましたね。なんかもう本当にすごいので、私もそれに憧れて、あ、なんかこれクマさんタワーじゃないですか。あ、ひろゆきさんだ。クマタワーありがとうございます。朝からひろゆきさんありがとうございます。こんな帽子なんてつけてないでもありがとうございます。朝から朝からありがとうございます。嬉しいです。あの眉毛描いてないんですけど、めっちゃ濃くないですか。今何も眉毛を描いてないんですよ。これが何も描いてない眉毛なんですけど、自分で言うのもあれなんですけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。私の眉毛描いてないんですよ。これ字何も描いてない。ほら眉毛最高ですよね。眉毛綺麗だよ、綺麗だよよよ。そう描いてない。私の眉毛、私のパーツでどこが自慢ですかって言われたら眉毛です。へえ眉毛が好きです。やっぱさ、お気に入りの帽子とかお気に入りのお洋服ってすぐ配信とかできちゃう。みくちゃんの眉毛好きだって。顔も綺麗。え、優しい、ありがとうございます。嬉しい。ゲッツ。目だと思った。私が自分で好きなパーツ眉毛かな。目は、うーん、なんか目はメイクした時の感じによるけど、どこが好きだろうな。目、やっぱ目かな。目と口かな。あ、でも口も、うーん、そんな。眉毛ですね。耳が好きだって。耳、ありがとうございます。耳にリップもいいですよね。まあ結局何もかも好き。ありがとう、嬉しい、嬉しい。あ、熊本城来た。あ、つよぽんさん、うわ、ありがとうございます。朝からつよぽんさん、熊本城ありがとうございます。ありがとうございます。もうそろそろ映画も公開されますし、熊本のために微力ながら元気を届けれたらと思っております。熊本のつよぽんさんありがとうございます。ありがとう。つよぽんいる？つよぽんいる？映画友達と見に行くようだ。ありがとう、嬉しい。つよぽんいる？大丈夫そう？いる？来週、そうなんですよ。来週に先行映像で。マネージャー役です。朝からお仕事ですか。もう大変ですな。だって大変じゃないよ。映画の人たちは私元に貢献してる。いや、みんな、やっぱみんな貢献してますよ、微力ながらね。みんなやっぱ、ね、本当に指原さんみたいな人になりたいですね。素敵な方に。ミクちゃんだって貢献、私なりに貢献できたら嬉しいです。微力ながら。こんな朝早く綺麗な向き見えて自分本当に幸せ者だなと思います。なんて心が優しいの。いや、こんな朝からね、たくさんの方に見ていただき幸せです。ありがとうございます。みんなもベランダ出て空気を吸ってみてはいかがでしょうか。落ち着きますよ。お互い幸せ、お互い幸せ、うん、そう
教室見てるナウだって。おお、なんか教室にとか学校に携帯持っていけるシステムいいですね。私ダメだったので、高校はね OK 出てた。珍しい、 HKT だからか。中小中は禁止やったんでね。映画台湾でも上映してくれたらいいなって。うん、ほんとよ。遅刻してもいいから見よう。それはダメそれはダメ。朝補習遅刻したから見てるだって。今家に着いて野良猫と遊んでる。かわいいかよ。かわいい。ポケベル持って行ってた。ポケベルがじゃん。もうすぐ着いちゃうよだって。あらららら。ね、てか今日はもうなんかお風呂洗ったりしてる時間とかいっちゃん楽しい。なんかさ、うちんちの洗剤あのプールの匂いするんですよ。だからいつもお風呂掃除してる時ね、懐かしい気持ちになっちゃう。なんか、あー懐かしいなって。なんかね、洗剤、なんかお風呂を洗う洗剤がめっちゃプールの香りがして、そう、こうやってねゴシゴシねお風呂洗っとったら、あー懐かしい、プールの香りだって。だからかわかんないんですけど、この間ねプールに入ってる夢見たんですよ。そう、プールに入ってる夢見たの。うん、なんか塩っぽい香り。そうそうそうでした。あとはね、そう、最近の情報はね、なんかめっちゃ最近寝れてなかった時に、この間っていうかこの前、久々にめっちゃ寝たんですよ。そうしたらもう超やばくて、なんかもう寝てなさすぎて、なんかあんまり寝れてなさすぎて頭がボーってしてたんですけど、でもめっちゃ寝て、夢の中で寝てる夢見た、ね、寝る夢見た。夢でもう寝てるはずなんだけど、多分本当に自分が眠すぎて夢の中でまた寝る夢を見たんだ。やばいですよね。もうね、眠すぎて倒れてバタッて気絶して寝てる自分を見ながら寝てた。なんて言えばいいんだろう。すごいじわる夢見ました。じわるデイズ、睡眠中の睡眠を見ましたね。うん、じわね、そう、超眠くて、でもめっちゃ寝れて、でちゃんといい朝を過ごして本当に気持ちいいんだけど、まあ、よく言えばずっと曇りなのでね、雲がずっとかかってるので晴れてほしいですね。洗濯もさ、全然乾かないんだよ。うん、幽体離脱でも、あ、でも俺もたまに見るって、見てる人もいるのか。鳥の鳴き声が聞こえるって。そう、うちんちはあのチチチュンチュルルンみたいな、すごく気持ちいい朝を目覚める時とも、あーあーあーって言いながらカラスのね、うるさい声で目覚める日もあって、2パターンですね、いつもどっちか。まあ、チュン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 と気持ちのいい可愛い朝を過ごすか、もうあーあーって言いながら起こされるか、どっちかですね朝飯ベーコン食ったかだって。今日の朝はアールグレイの、この間パン屋さんに帰り、仕事の帰り道に行って、アールグレイのなんて言うんですか、ジャムを買ったんですよ。なんかピスタチオと結構十何種類そこジャムがあるんですけど、なんか普通のいちごジャムを私があんまり食べれなくて、なんか加工されたフルーツあんま苦手なんですよ。ジャム系とか缶詰系のフルーツとかって、そう、紅茶の、だから紅茶の、紅茶割とアールグレイとか好きだから紅茶のジャム買って、今日はパンもそこ買って、こう売ってあったので安いパンを買って切って、
かけてチンしてアールグレイのパン食べました、とコーヒーと牛乳で。干した果物もそこまであんまり食べれなくて、干し芋とか好きなんだけど、あんまねジャムは食べれないんですよね。ジャム系とか缶詰系あんま好きじゃない。もう紅茶は好きだから紅茶買って、でもピスタチオと小豆ときな粉と黒ごま系のジャムも売ってあったから、それ迷ったんですけど、アールグレーにしました。セミが鳴いてます。聞こえる？セミが、トンボだ。夏だな、曇ってるけど。スイカ食べたくなる、スイカ食べたくなっちゃう。セミとは話せないの？セミ苦手なんだよね。昔は本当に大親友だったんだけどな、セミ苦手になっちゃった。セミは苦手。セミ苦手。自然多い、自然多い。ヤギとかいた、ヤギいた、ヤギもいるし、何いるかな、ヤギいますよ。親友一人失ったのね。親友一人失った。親友とはね、もう絶交しちゃったよ。そう、大人になったらね、絶交しちゃったよセミとは。さっきスイカ食べた、いいのー。ニワトリかけ買ってないのって、コケーっていうやつ買ってないっす。カラスめっちゃ飛ぶやん。ノットエイトにアールグレイっていう歌があるのよ、だって。へえ、そうなんですね。朝配信みくりん初めて見たけど、定期的に朝から配信やってる。あ、ハーフくんだ。いや、朝ね、めっちゃ珍しい。え、超珍しい、超朝珍しいな。今年初じゃないっていうくらい朝マジでやらない。いつも深夜ですからね。極端ですよね。お昼に大体動いてるので、こう仕事したりとかとかいろいろやってるので、そう、本当に珍しいです。いや、多分朝ファンの方見に来ないと思ってました。なんでかっていうと、お仕事だったり学校だったり、だって今日水曜日とかでしょ、まあ、来ないんだろうなって思ってたけど、だから迷っとったんですよ、迷っとったんですよって。めっちゃ急に博多弁使うやんね。迷っとって、なんかで人来るかなって思って、まあでも来なくても、まあ始めちゃおうと思って始めた。結構ね、結構な方見てくれて。びっくり仰天。あ、TGC イベント以来かもしれない。カラスが、そうそうだって。そう、カラスが。カラスめっちゃ鳴いとるんですよ。最近エルタのメールにミクリンよく出てきて嬉しいだって。あ、エルのメールミーも撮ってますよ。ミクも撮ってますよ。ね、嬉しい。嬉しいです。朝配信も本当に珍しい。もう朝配信するくらいなら、なんか料理作るところ配信しようかなと思ったけど、うちの家はあんまり映せないので。みくりん、今年の誕生日は何が欲しいって。今年のプラネタリウムが欲しいです。おうちプラネタリウムとかが欲しい。あとカメラ欲しいですね。一眼レフとか、まあ自分で買いますね、何かご褒美に。今カメラが欲しいですね。背景撮るの好きで、なんかよく最近始めたのは、よく動画を撮ることにやってるんですけど、昔はよく日記を書いてたんですよ。今日何があったかとか、それこそ毎日劇場公演に立たせていただいた時とかは毎回ノート持って行ってやってたり、携帯のメモに反省を書いたり、まあ、今日の一日的な感じで書いてたから、もう公演とかがなくなって、今はあんまりこう、なんだろうな、そういうのを書ける機会がなくなったから、最近はそういうのもなくなったのでね、携帯で毎回一日
1分くらいの動画を撮るようにしてて、何でもいいんですけど、メンバーといる時に動画をパッて回してやってたりする時に、一人になった時にその思い出としてそれを見るようにしてます。すごくいいんですよ、携帯の有効活用。何のために動画と写真があるんだって感じでね、動画をすごい最近はこうパパッと集めてます。なんか動画編集とかする時も使えそうだしね。なんか私ね、すぐ記憶をたまに最近なくしちゃうんですよ。何なんだろうな、多分総選挙とか濃い思い出が多かった分、ちょっとした何気のないこととかを多分忘れがちで、だからそういうのもちょっとしたことでも大切な思い出にしようと思って動画を最近回すようにしてます。あとは写真撮るのもめっちゃ好きだから、自然撮ったりするのめっちゃ好きです。なんかさ、なんか結構テレビとかで空を撮る人はヤバすぎるみたいな言われてませんか？でも私空とか撮るの割りかし好きなんですよね。景色とか撮るのめっちゃ好きなんですよね。なんか自然とかがそういう何気のない綺麗なものを見つけて撮るのがめっちゃ好きで、だからよく夕暮れとかなんか海でキラキラってなってるの撮ったりするの好きなんですよ。なんでって心が落ち着く。でもなんかそういうのをアイコンにしてたり、そういうのをなんか写真撮るのはやばいみたいに言われてるけど、私全然やばいって、そうそうそう思わないんですよね。なんだろうな、綺麗だもん。なんかわかります、そういうの撮ってる人の気持ち。綺麗ですよね。撮っちゃう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 しちゃいます。だからなんか星とか、なんか携帯のカメラだと星とか全然撮れないから、ちゃんとしたカメラで月とか星とか、なんか綺麗なの撮りたいなと思います。うん、そう、なんかあとは熊本の時は金峰山とかね、いろんななんか高いところに登って撮ったりするのも好きだし、そういう時大抵ワンコと一緒に散歩しながら行ったりもします。でも途中でワンコが疲れちゃうんですよ。だからワンコ抱っこして行ったりします。うん、昔はやってた。オーロラ撮ってきてね、オーロラ見たい。あ、カラスも行きたい、やって、うん、ワンコしっかりいて、そうすぐ疲れちゃうの。行きたい行きたいって言うくせに疲れちゃうんだよ、うちのワンコ。景色巡りいいねって、そう景色巡り好き。でも汗かきですぐ代謝いい、めっちゃ代謝いいからすぐ私も疲れちゃうんだけど、うん、カラスと行っちゃうだって一緒に、あーあーってねやばすぎ6666だ、6の数字じゃん、悪魔の数字。666尾。この前何時までなことゲームしたのだって。なんかわりかし結構ゲームでいい成績出まくったから30分以上、1時間くらいして終わったなこった。そう、うん、ノースフェイス好きなの。ノースフェイスはなんかなんだろう、うん、好きっていうよりかは普通になんかお母さんがここ寄ろうって言ってお母さんと寄って買いました。めっちゃ爆買いした。あんまなんか買ったりしないから定期的に、だから普通に行って爆買いしてって感じでですね。なこちゃんと話すときとか、やっぱりなこちゃん韓国語話しちゃったり日本語片言になったりするの？いや全然、韓国語も上達していってるし、普通日本語で喋るとき日本語喋るし、でもなこになんか日本語の方が違和感ないって、日本語の方があれ忘れちゃったりしないって言ったけど、全然、でも最近日本語喋ってないけど全然そうじゃないって言ってたから普通に話してるうん、やっぱ韓国語うまいなって、才能ですよね、すごい。でも私も韓国のドラマとか見るようになって、発音とかはやっぱなんか聞いて学ぶものだと思いました。うん、
オーロラ撮りに1ヶ月くらいいなくなるのにファンの人耐えられるのかって本当に行きません、本当に行きません何かのロケで行きたいですけどね。でもそれこそ全然ファンの方と会えてないませんね、本当に、うん、高校行ってきます、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、うん、ノースペースのカバン買おうかな、あ、カバンね、買おうか迷った。ニコルン？ニコルンだっけ？ニコルンじゃない？ニコロンだっけ？なんか買ったけど。いや、私とそっくり、本当に。いつもこうやってカラスが 何匹も鳴くんですよ。8時に学校行こう。8時に終わろう。キスしたいです。すいません。キスしませんか？キスの仕方を教えてほしい。どうすればいいの？私も8時10分に行く。え、みんな今何してるの？大丈夫？こんな時間に見て。だってさ、やることいっぱいない？大丈夫？大丈夫なの？え、何してんの今、教えてよ。通勤なのだって。あ、やっぱほらそうだ、もうが今から仕事なんだ、ほら準備中だって。釣りしてんのよいしょって。今日休みだよだって。朝ごはんなのだって。何食べてるの？夜勤終わりだから大丈夫。あ、忙しいな。今出勤中、これから出勤、今日出勤、今日休み、仕事しながら聞いてる。あ、もう仕事なんだ、えらい。こんな朝早くからね。私は教室に座って見てますだって。ゆきまんまん、みくちゃんを釣りたいなって。すぐ釣れちゃうよ、餌に弱いから。今日はまだ寝とるって。あ、社交前って。健康診断だからご飯食べれないだって。あ、ね、大変だね、大変ですね。みくに仕事行ってくるだって。お仕事行ってらっしゃい。じゃあ今日は行ってらっしゃい配信ですね。行ってらっしゃい配信だね。みんな行ってらっしゃい。でも休みな人もいるね。今日は仕事なの。私もこれから仕事なの。まあまあ、でも仕事まで全然時間あるから話しておこうと思って。でもみんなが仕事なのでね、8時とかには終わるけど。なぎちゃんみたい。なぎちゃん、今日の行ってらっしゃい、行ってらっしゃいっていうやつ今日の行ってらっしゃいだよってなぎちゃん可愛くて好きです。可愛いです、癒されますね。なんか彼女とかにしたら笑顔が絶えなさそう仕事頑張れそうだって、よかった。6567と仕事が休業で困ってます。ああ、困っちゃうよね、お仕事したいよね。昨日さやかさんのライブをパソコンで見てた。さやねえさんすごいですよね、うん、学校のパーになった。今日は寝ないだって。寝そうになったらダメですからね、うん、行ってらっしゃいな、チューしてだってTikTok 見てますだって。お、 TikTok 見てます。今から病院で健康診断なうだって。いいん、健康でありますように。私ね、あれが低いんですよ、なんかさ、ここにさ巻きつけてピピピってやる血圧、なんかここら辺にピピピって巻いてなんか数字が出るやつ、あれめっちゃ低くて、そうそうそう星圧みたいになっちゃった。そう、本当に血圧めっちゃ80とかなんですけど、大抵120とかなんですか、わかんないんです。私超低血圧なんですよ多分。そうそう、あ、50とかだっけ、
いや80とかだっけ。え、そう、めっちゃやばいですよね。でもさ、そのさ、低いとどうなのかがよく分かんなくてさ、めっちゃ低いんですよ。低かったっけ、なんか数字覚えてないんだけど、めっちゃ低いって言われたの覚えてる、そう、超低いんですって。低いと朝辛いって。そう、それが私朝辛くないんだよね。そう、でも超差があった気がする、数字ね覚えてない超。でもなんかその病院の人にって言われ、びっくりされちゃった。そう、お母さんとも何倍も違くて、家族とね、びっくりした、数字覚えてないそう、走ったら高くなるよ。それはね、もうトクトクトクってなってるから、低血圧なんです私。髪ささ、髪の毛をね、今すっごい伸ばしたい欲なんですよ。今こんぐらいなんですけど、前が短いんですけど、もうなんかお尻くらいまで髪の毛今めっちゃ伸ばしたくて、まあ、エクステっていうものをつけたいけど、そこまでしたくないっていう。だったら長く見えるよね。まあ超髪の毛伸ばしたい、超髪の毛伸ばしたい、超伸ばしたい。またボブ風みたいだっていいよ。ボブ風はキャップでできそうですね。なんかこうやってさ、こうやってさ、できるんかな。あ、できた。あ、嘘、できんかった朝早いね。だってみんなも早いですね。来たー、だってめっちゃ喜んでくれるやん、優しい。ボブ風、ボブ風なるかな、できるかな。こんな、こんなんじゃないですか。あ、できた、できた、いい感じじゃないですか。こんなんボブです、ボブです。ボブはなんかほんと大人っぽくなっちゃうかも、わりかし。こんな、こんな、イエイイエイイエイ、できない、できないけどな、こんな感じになっちゃいます。お姉ちゃんになっちゃった、こんな風になっちゃうけど、長いとね。スクショさせて、だっていいよ。ちょっとじゃあちゃんと髪整えよう。ちゃった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 、あ、痛かったねごめんね、ごめんね、痛かったね、帽子ぶつけちゃった、ごめんなさいね。痛い、痛いの痛いの、飛んでいけーって、飛んでいけーって、痛いの痛いの、飛んでいけーって。はい、お、男の子みたいし、男の子みたいになっちゃって、髪が短すぎて携帯泣いてるよ。よっしょ、なんか前髪長い、よし、よし、ほい、はい、ボブ、ボブです、ボブリンです。あ、撮ってる？撮ってる？いい感じですか？撮れてるのかな？
撮ったよ、よかった。イエイエ、ここら辺がね毛が生えてないのがすごい悲しい。赤ちゃんだからさ毛が生えてない。カメラマンの気分だって。カメラマンさん、はい、じゃあね、そろそろねランキングを読ませていただきますよ。13位はリエちゃん、12位のオッチョマイト、11位はミクのジージリンゴ、ジージリンゴ、10位は銀次の剣、9位はシロ、8位はトシリン、7位はリュウチェルチェル、6位はシロンさん、5位はマツちゃん、4位は田村村、3位はシゲピーさん、2位はヒロネコユリユキさん、1位はつよぼうさん、ありがとうございます。私はこの後筋トレをして、なんかヨガみたいなのしようかな。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。お仕事も、お仕事も、学校も頑張ってね。